親のすねかじりは出ていけ。突然母と兄夫婦から驚くべき提案をされた私。私の父は脳梗塞で倒れてから介護が必要な体になった。倒れた頃、私はまだ大学生だった。大学ではプログラミングの勉強をしていたので、父が在宅で介護しなければならないと知って、将来は在宅でもできるフリーランスのプログラマーの仕事に就こうと決めていた。夢は見事に叶い、今では自宅でも不自由なく仕事をこなしている。仕事はなかなか順調、収入もそこそこ得られた。実家暮らしなのでもう少し贅沢してもいいのだが、父のように人生何があるかわからない。私は毎月少しずつ浮いたお金を貯めるようにしていた。たまの息抜きは自宅の近くにあるカフェに行くこと。あまり遠出はしない。外出している間は母に異常がないかだけ時々チェックしてもらう。というのも、父の介護をしているのは私だからだ。うちは昔ながらの広い一階建ての家で、父と私以外には母と兄夫婦が住んでいる。兄は去年結婚したばかりなので、まだ兄嫁とはちょっとぎこちない関係だ。兄嫁はちょっと神経質そうな人なので、私とは気が合いそうにないのだ。まあ、触らぬ神にたたりなし。私と兄夫婦たちはそれぞれの部屋で、食事の時以外はそれぞれ自由に暮らしていた。夕食の時、珍しいことに兄嫁が私に声をかけてきた。トーコちゃんはさ、家で暮らしているんだから楽よね。え？兄嫁の言葉に私は思わず箸を止めた。まあ確かにアパート代や光熱費はかからないが、それは今の兄夫婦だって一緒のはずじゃ。でも口答えすると余計に話がこじれそうなので、まあと適当に言ってお茶を濁した。一人暮らしとかしたいと思わないの？という兄嫁の問いかけに、そういえばそんなこと全然考えていなかったなと思った。父のことがあったから、むしろ少しでも家にいて仕事をできる方法ばかり考えていた。私が、いえ、ないです。と言うと兄嫁さんは、一人暮らしした方が家事も身につくし、精神的にも自立して成長できるんじゃない？と言った。私は、あまり自分には感じのいい話ではなかったので、手早く食事を済ませ、空になった食器を持って行って、リビングを後にした。別に、一人暮らしを悪く思ってるんじゃない。だけど、私は父の介護をするために在宅でできる仕事を選んだんだ。その気持ちを否定されたような気がして、なんだか胸の中がモヤモヤしていた。翌日の6時過ぎごろ、廊下を歩くとリビングの方から声が漏れていた。兄嫁の声だ。だから、東子ちゃんに一人暮らしさせるべきよ。そうね。どうやら母も私の一人暮らしには前向きなようだ。トーコも俺みたいに一度は家を出た方がいい。どうやら今度は兄も話に加わっているようだ。これじゃ親のすねかじりじゃないか。ちょっとは甘やかすのをやめないと。兄は熱論し始めた。夕食後、早速私の一人暮らしについて母から話を切り出された。今や兄嫁も母も私を出したがってる。口実は私のためということになっているけど、どうにも兄嫁に煙たがられているせいのようだ。だけど必要ないならここにいることはないんじゃないか、そうとも思えた。そのまま家の中でギスギスしながら暮らしたくない。私は、うん、と答えて一人暮らしの準備を始めた。いざ一人暮らしを始めてみると、なんてことはなかった。自炊も元からできるし、アパート代や光熱費も仕事の給料だけで十分賄えた。ただ自分だけのために作るご飯は作りがいがないけど。私はふと実家の父親のことが気にかかった。
母と兄嫁がするから大丈夫だと言っていたが、そもそも母は父の介護に興味がないし、兄嫁に至っては一度も父の介護なんてしたところを見たことがない。お風呂の時はヘルパーさんが来てくれるから女の私でも大丈夫だったけど、日々の生活が心配だ。毎日の食事や着替え、薬のことなんかは大丈夫なんだろうか。私はすぐにでも電話して父のことを聞こうとしたが、また兄夫婦や母に自立してないと思われるのも嫌だから、そのまましばらく様子を見ることにした。何か困ったことがあればきっと向こうから連絡があるだろう。そして一週間も経たないうちに家から連絡があった。どうしたの？と尋ねると、とにかく来てよ、大変なのよ、とパニック状態の母が叫んでいた。慌てて実家に戻ると、父の部屋の中はぐしゃぐしゃ。処方された薬もご飯の食べかすも床に転がっている始末。とりあえず掃除から始めよう、と言うと母が、そうね、と慌てて掃除道具を取りに行った。かすれてはいるが、わずかに父が私に手を差し伸べ何かを話す。私は長年の付き合いで、それが水を持ってきてほしいことを意味していると理解した。口に水を注ぐと、いつも以上に勢いよく飲み込む。そんなに慌てないで、気管に入るよ、と話しかけながら口元をよく見ると、乾いた食べ物がついているのに気がついた。食後、ちゃんと口を拭いてあげなかったの？信じられない気持ちだったが、とにかくきれいなタオルを濡らして口元を拭いた。父は絞り出した声で、ありがとう、とつぶやいた。とりあえず掃除を済ませながら、どうしてこんなことになったの？と母に尋ねると、介護がこんなに大変だと思わなかった、と帰ってきた。父の部屋を片付けるため、バタバタとあちこちを往復していると、廊下に立ちすくんでいる兄夫婦と目が合った。思わず、何してるの？と話しかけると、二人は、いや、どうしたらいいかわかんなくて、と言われた。そんな調子で父親の介護をするつもりだったのかと思うと、ため息が出てくる。とにかく人手が必要だからついてきて、と言うと、二人は素直に私の後ろをついてきた。二人は私の指示に従って動いてくれるが、何をやるにもこわごわだ。介護にいかに慣れていないか、嫌でもよくわかる。父の部屋の掃除と介護を一通り済ませると、リビングで家族会議が始まった。見ると、リビングも散らかっていた。母が、あんなに介護が大変なんて思ってもなかったのよ、と私に泣きつく。ここ最近、お袋も介護疲れで、あんまりまともな飯食ってなくってさ、と次は兄が切り出した。じゃあ、お兄ちゃんは？と尋ねると、仕事があるからと切り出された。だけど、私だって仕事をしながら介護をしてた。お母さんが大変なのを分かっていながら、どうして仕事終わりに手伝わなかったの？と問い詰めると、お前が仕事をしているという認識はなかった、と言われた。そして、しんどくてつい仕事があるからと、毎回断っていたことを告白した。兄嫁の方はというと、実は家事に疎く、ご飯の準備もできなければ、父の介護もなんとなく嫌で逃げていたらしい。今まで私が率先して介護をしていたから気づかなかったけど、まさかここまでみんな父の介護に関心がないとは。私は呆れて再びため息をついた。あの大丈夫とは何だったのだろう。私は自分がいなくても協力して介護ができるよう、三人全員に介護の仕方を一から丁寧に教えた。夜も更けた頃、私は元自分の部屋に荷物を移動させて、明日には帰ると告げた。すると三人は仰天して、それは待ってくれ、それだけは勘弁して、と大騒ぎになった。どうやら私を外に追い出す計画の大元は、兄嫁の野望によるものらしかった。
いつか広いこの家を手にするため、まずは邪魔になる私を外に出しておきたい。そうすれば残るは年配の母と父だけになる。兄もそれに同意。私がいなくなればもっと自由に部屋を使えると思い、一緒に母の説得に参加したようだ。母は単純に父の介護の大変さなど知らずに快楽。正直介護は私一人でやっていたので、そんなに大変ではないと高をくくっていたそうだ。私は呆れていた。私のためと言っておきながら、本当は自分たちのためじゃないか。そこである提案をした。私が帰ってくるまで1週間、今度はちゃんと父の介護をすること。3人には必死に止められたが、むしろ介護の大変さを分かってもらうためにはいい機会だと思う。私だって明日いきなり車にはねられて介護ができない体になってしまうかもしれない。そうしたら誰が代わりに父の介護をするんだ。そう思うと一層介護を覚えてもらわねばという気持ちになった。1週間後、帰宅すると3人はヘトヘトになっていた。しかし父の介護はちゃんとやってくれたようで、父も元気だったし部屋も綺麗だった。兄嫁は、こんなに介護が大変なんて思っても見なかったのよ。今まで全部私は見ないふりして東子ちゃんに任せっきりだったわ、ごめんなさい、と告げられた。兄にも、仕事と介護の両立がこんなにきついとは思わなかった、お前よく一人でやってたな、と言われた。母は私の帰りを一番歓迎してくれた。というのも、一番介護を苦労してやってくれたからだろう。あんたなしではこの家は回っていけない、頼むから外に行かないで。母の言葉で私の短い一人暮らしは幕を下ろした。それまでは私一人が父の部屋に行き介護をするのが当たり前になっていた。だがあれ以来、私を心配してか、食事や着替えの際には必ず家族の誰かがついてきて一緒に手伝ってくれるようになって、介護の大変さをようやく理解してくれたようだ。私の手際の良さにも家族は驚いてきて、時々やり方のコツなんかを聞いてくれるようになった。父の介護に家族が積極的になってくれることは私としても嬉しい。父も他の家族がたびたび上機嫌で顔を出すようになってから、なんだか嬉しそうだ。そりゃそうだよね。一つ屋根の下に住んでるって言っても、今まではほとんど私の顔しか見てこなかったわけだから。家族が私に感謝してくれたのも嬉しかったが、それ以上にみんなが父に声をかけてくれるようになってくれたのが嬉しかった。今ではバラバラになりかけだった家族も、父を起点にしてつながりを持つようになった。